広末涼良子、離婚から10ヶ月、再婚はしない鳥羽修作シェフとの二人の形、新ママとして生きる覚悟と映画女優復帰。女優、広末涼良子、43の動きが活発化しているようだ。広末をめぐっては、2023年6月にミシュラン一つ星レストラン、塩のオーナーシェフ鳥羽修作氏、46とのダブル不倫が報じられ、双方が不倫関係を認め、 広末は同年7月23日にキャンドル・ジュン氏、50との離婚を発表している。今年2月16日には26年にわたって所属していた事務所フラームから独立し、個人事務所を立ち上げて社長に就任。4月16日には都内で行われたイベントに登壇し、11ヶ月ぶりに公の場に姿を見せた。一方のトバも、 2023年11月に当時の妻との離婚が成立していたと報じられた。二の子供の親権は元妻に渡ったとされる。そんな広末と戸橋氏の関係は順調のようだ。5月5日の子供の日、広末は長男以外の二人の子供たちと共に同日誕生日を迎えた戸橋氏のためにパーティーを開いていたと、5月10日配信のニュースポストセブンが報じたのだ。 パーティー会場は、戸橋の天勤林の庶民派中華レストランで、広末ファミリー、戸橋の4人がレストランを後にする様子も掲載されている。広末の子供たちを戸橋に抱いているようで、パーティー後、戸橋は広末抜きで2人の子供と共に近所のゲームセンターに入っていったという。ダブル不倫報道から間もなく1年。それぞれが離婚し、戸橋は広末さんの子供たちとも良好な関係を築いている。 状況から考えるに二人の再婚も秒読み段階に入ったのではないかと思えてしまいますが、そういうことでもないようです。芸能プロ関係者。